どうした、レベッカ。ここにはお母様のお墓があるの。お母様はとても優しい人だったわ。私たちはこのひまわり畑で育てた花を売って生活していたの。決して裕福とは言えなかったけど、とても幸せだった。だけどあの日、私はドン・キホーテファミリーにお母様を奪われた。ドン・キホーテファミリーに母親を殺されたレベッカは、おもちゃ片足の兵隊に育てられた。しかし民衆を裏切った戦王の孫であると知られた彼女は逮捕され、コロシアムに捕らわれてしまう。以来コロシアムの当主として国民の嘲笑と罵声にさらされる辛い日々を送っていたのだった。何？それが麦わら屋の言っていた箱か。悪魔の実の能力か。みんなの言う悪魔の実が何なのかわからないけど、違うと思うわ。その妙な箱で他人の心を覗き見る、あまりいい趣味とは言えねえな。どこであいつらと仲間になった？ドレスローザに来るまで麦わら屋の船にお前はいなかった。そんなことあなたに説明するつもりはないわ。おっ、これで全員か。俺も随分と舐められたもんだ。ドフラミンゴ、お前覚悟はできてんだろうな。どういうことだ、ドフラミンゴが二人いやがる。片方は分身糸人形だ。だが気をつけろ、どちらかは本物だ。洋上戦争からここまでよく生き延びてここまで来たな、麦わらのルフィ。だが悪運もここで終わり。お前もお前の仲間たちも全てだ。あの女に気をつけろ、ルフィ。シュガーだ。触られたらおもちゃに変えられちまう。二つ同時か。だが今はやるしかねえようだな。ルーチャンブルズ。マシ麦わら、二度もやりたくなかったが。あなた、長鼻。ただまばすかった。ドフラミンゴ。今度こそ息の根を止めてやるよ。お前はまさか。生きてるはずがねえ。俺はこの手でお前を殺した。コラさん、バカな、コラさんだと。これはお前が。ごめんなさい、わざとではないの。こんなこと初めてで、私でも抑えられなくて。
あなたの思いが私の力に共鳴して自然と。誰の能力だ、いまいましい。くたばった後も俺の邪魔をしに来やがるとはな。物分かりの悪い弟を持つと苦労するぜ。いいだろう、一度も二度も変わらねえ。また俺が殺してやる。そこにいるコラさんも所詮はまがいもの。そんなものでこの俺を止められるとでも思ってやがるのか。いや、お前を止めるのはコラさんじゃない。俺は優しいコラさんがあの日引けなかった引き金を代わって引きに来たんだ。なるほど、そりゃ泣ける話だ。だがかつてコラソンが命がけでお前を救ったこともお前の今までの行動も全てが無駄だったと思い知らせてやる。これは気を抜けなそうな相手ね。任せて、ちょっと痛い。必ずチャンスは来る、それを逃すな。グー、シャンブルズ。その程度か。マナーがなってねえろ。手強いわね。行くわよ。冷静さを欠けば命を落とすと思え。さあ行くぞ、俺たちなら大丈夫だ。シャンブルズ、くれ。反撃に出るぞ。おいお前、おろし、思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルプメモリー。よし、ヒート。踏ん張りどころだ。そんな、必ずチャンスは来る、それを逃すな。シャンブルズ、くれ。こんなところでつまずくわけにはいかねえんだ。くそ、違う。聞かねえな。よし、いいぞ。反撃に出るぞ。ガンマライフ。よし、いいぞ。反撃に出るぞ。効かねえな。よし、ヒート。踏ん張りどころだ。必ずチャンスは来る、それを逃すな。シャンブルズ、くれ。こんなところでつまずくわけにはいかねえんだ。くそ、違う。やつにとどめを刺すぞ。コラさん、
終わりだ、ドフラミンゴ。くそ、こいつも偽物だったのか。待ってくれ、コラさん。あんたに救われて、俺は生きてる。病気は治った。あんたがくれたオペオペの力だ。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。どんな能力なんだ。ごめんなさい、私余計な。いや、礼を言う。コラさんと会わせてくれて。レベッカ、大丈夫？顔色が良くねえぞ。少し休んでろ。ドフラミンゴの野郎に糸で無理やり操られてたからな。この先はドフラミンゴの王宮。あいつはこちらの動向を監視してるはずだ。ああ、待ち構えてやがる。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばすから、お前はここで待ってろ。分かった。キャベツ、レベッカを頼む。いいだろう、ここは僕が引き受けよう。急げ、鳥かごも閉じてきている。君たちの戦いを誰にも邪魔させない。ドフラミンゴの討伐は君たちに任せた。ここは僕の舞台だ。再建。ああ、わかった。